セント・ヴィンセントは、イギリス海軍の土球戦艦。セント・ヴィンセント級の一番艦、ネームシップ、その名を持つ艦としては4隻目。船台は、ネルソン級戦列艦、EN、HMS ストリート、ヴィンセント艦名は1797年2月14日のサンビセンテ岬の海戦の名及び、スペイン艦隊を撃破した戦闘により、セント・ヴィンセント伯爵の称号を与えられた。 ジョン・ジャービス提督の称号にちなむ。1907年度計画艦、土球戦艦を急速に整備するため、前年度計画艦のベレロフォン級戦艦の設計を、ほぼ踏襲するが、ドイツやアメリカの新型砲に対抗して、手法 30.5cm 砲を45、口径から50口径に変更したことにより、手砲弾の貫鉄力は向上したが、命中精度は減退し、 連続発射の散布回は1万平方メートルを超えた。手砲方針の延長により4番から5番砲塔の間隔は3メートル伸び砲塔基部直径は30センチメートル増え、船体が若干大型化したことにより全球より102ミリメートル複砲が16、20門に4門増加した、代わり艦種船尾水船部の装甲を薄くしている。同系艦3隻とも、 ユトランド沖海戦で主砲を80の90制射して、特にダメージを受けなかったが、バンガードは1917年火薬庫の爆発事故により沈没。後の2隻は戦後ワシントン海軍軍縮条約により破棄され解体。1907年12月30日寄港。1908年9月10日浸水。1909年5月3日収益。 172万1970ポンドの経費がかかる。ポーツマスの本国艦隊第一戦、艦隊二番目の機関となる。1911年6月24日、スピットヘッドで、ジョージ5世の戴冠式に、参加1914年4月本国艦隊の第一、戦艦戦隊に、編入1916年5月31日、ユトランド機海戦には、第一戦艦戦隊の、 第五戦艦隊所属で参加し、十二地方を九十八制射して特に大きな損傷はなかった。1916年6月、第四戦艦戦隊に移管される。1919年3月予備役に移籍され、法術訓練艦となる。1921年3月退役し12月1日スクラップとして売却された。ありがとうございます。